絵面がなんか変だよいつもと違って。そうですな、なんかおかしいですな。ついにと言いますか、やっとと言いますか。はい、そうですな。うん、ミスターカマロ選手、はい、登場でございます。いつ出るんだ、いつ出るんだと言われてたんですけども、はいはい、満を持してですね、はい、ついに本戦に参戦ですよ。はい、そうです。とんだ一杯食わせ物かもしれませんけれどもね楽しみでございますね楽しみですね。はい、まだ見ぬ強豪だからねまだ見ぬ強豪やっと来たと思ったら、え、これみたいなね昔でいう新日本プロレスでいうジェリーローラーみたいな、はい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 南部の帝王、南部の帝王がついに、はい、あれ、なんか変だよジェリーローラーねえ、そういうのありません？めちゃくちゃ期待しといてねそうそうそう、これはカマロはすごいよとか言っててねあれこんなもんかいみたいなねいややってくれるでしょう、ね、あれですね、はい、日本のプロ野球でブイブイやってたピッチャーが、はい、アスレチックスみたいなところに来て、はい、早いからこいつあれ140しか出ないよ改めてご紹介いたします。カマロ選手です。はい、キャマのキャマの、この男の正体がわからないんですよ、はいはい、ミュージシャンなのか、はい、プロレスラーなのかただの筋肉オタクなのかもうね、そこが見えないんですよ。いろいろやってきましたからね、キャマロさん。もともとミュージシャン、いや、今もミュージシャンだもん。いやいや、今もそうですけど、もともとミュージシャンで、そこからプロレスをやり始めて、うん、そして音楽界に帰ってきた。もともとが何なのか分かんないよね、自分で。だから、だって音楽の専門家がそうだそうだ、出らっしゃったじゃん。で、でも面白いのは、もともとギタリストで、途中でプロレスを挟んで、帰ってきたと思ったら歌謡曲歌ってらっしゃる。そう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 。だから自分でもよく分かんないあのね、何がやりたいのか分かんない。マルチパフォーマー。結構スイングするんですよ、俺と。なんとなく話してても、あのね、なんとなくね、なんとなくそんなに長い付き合いじゃないのに、お互い黙ってても全然空気が変にならないもんね。なんか居心地悪いなとか、そんなんないもんね。喋りたくなきゃ喋っときゃいいよ、喋んなきゃいいよ、みたいなさ。それどっちかというと、俺も今そうだもん。俺一体、手話何なんだろうみたいな芸人でもないしさDJ でもねえし本来監督だったと思うんだけどみたいなねスイングしていただくのは非常に結構なんですけど、うん、この2人のねスイングってね意地の張り合いのところがあるんだよ最初そういう風に始まったね。お互いてめえには負けねえぞやっぱり同類は認めないみたいなねいやだけどねやっぱり話聞いてると足元にも及ばないからその辺はもう全然大丈夫いや変態対決っていうのは一回やらなきゃいけないと思いますよ本当にこれだってあれキャバドとその対決をするためにいろいろ取ってあるからね監督が喋ることをなそう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 いやカマロさんがいないところですごいイメージトレーニングやつがこう来たらこれをそう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 、うちにはリザードも不思議種もいるからねカメバズーカみたいなカメックスだっけあんなんもいるからさカメバズーカは怪人ですねそうだねねえまあリザードンで結構いい勝負するんだけどさネタっていうのも問題があるからさでもお互いもう最後の最後まで行ったら大変なことになるねなんかえマジかよみたいな
もうあれでしょうね。これはもう、うん、最終的には写真の見せ合いでしょうね。動画の見せ合い。動画の見せ合い。一発でもう、うん、打ち込んないんだもうみたいなね。なんでみたいな。じゃあこれだよ。いやね。絶対他の人はついてこれない。いやだから放送できないもん多分。さすがにドワンゴ怒ると思うよ。大概にせえよ、みたいな。そうですね。何言ったって構わねえけど、お前、そりゃねえだろ、って。前編、危ねえエロ話じゃねえかよ、って。このかまどと一緒に飲んでると、居酒屋でね、あの、マッチョ、これ見えるみたいな。ああいうのあったじゃないですか。これ動画なんだけどね。見せようとしてたよ。思い出したわ。あの勝負するか。よく覚えてるね。勝負するか動画。いきなり動画やめてください。運転中だからやめてください。ここで動画見せて通すって。リーダードンが結構なことやってるよ。リーダードンが。運転中だからそれやる。最近動画撮ってないの。最近撮らないと。あのね、なんで撮るんですかね。なんで残しておきたいんですかね。いやいやいや、何なんだろう。生きている証を撮る。証、証のね。生きている証。なんか撮っちゃうのかね。でもそれを撮ったやつって、後になんか利用するんですか。まあ自分だけにもちろん個人で保存しておく。保存しておいて、例えばこっちのモンモンした時とか利用。いや、モンモンした時とかには見ない。別にみんないないと思う。モンモンした時は呼べばいいんだ。うん、分かれてんだもん。ああ、そうそう。拡散数をしようと思ってるからね、俺は。俺どっかで落としてやろうかなと思ってんだよ。消えたよ。もう本当に、でそれから例えば携帯も、まあ、変えたりするわけじゃないですか。機種も。これもちゃんときちんと。なるほど、それで安心してんのかな先方は。うん、多分、うん、まあもう立ったから、うん、ちゃんと SD をこうやってもうちゃんと保存してますから。データ移行。ああ、もう何三つぐらい何 USB のあれに保存してるから、もう一個消えてもまだ大丈夫。まだ大丈夫。そういう状態だから、あのガチバトルが始まった時に。ね、ガチコちゃんのあれを読み込もうと思ってピッて出したら僕も疲れてる。いや本当はね、もう言いたいことがいっぱいあるんですよ。もう自分はこれ言ったらこう終わるしなみたいなね。ね、まだまだ思ってる。爆弾どころじゃないですよ。リザードンはまだ必殺技を隠し持ってるんですよ。うん、でも意外にね、ミュウがいるんですよ。ミュウ2がいるんですよ。このミュウ2は悪いですけど、鎌野選手を俺は一発 KO する自信があるんですよ。なるほど。一発 KO どころじゃないですよ。ドーンって、あのその衝撃で、君らまで巻き添え来ると思う。君らまで。それはいいですよ。いや、それはやったらダメですよ。もっと言っちゃえば、これ見てる男の人、うん、もう衝撃食らうと思う。ブリヤー。まあとにかく今これ見てるじゃないですか、ニコニコ動画。止めてティッシュタイムですよ。持ち込ます。なるほど。あ、そうですか。うん、それぐらいの俺はもう最終兵器持ってるから。マジですか。もうこれは多分、え、我が輩たちもそんな気持ちになってしまう。なる。あ、そうですか。うん、なる。ほー、もう自信あるもん俺。マジですか。すごいですよこれ。もしかするとカップルだったら俺日本の人口を増やすことに貢献するかもしれない。なるほどね。こんなことしてもうひとまずお前ちょっとお前来いよみたいなぐらい、もう辛抱たまらんみたいなね。うん、っていうのはありますよ。いや、ね、少子化少子化言われてる。ああ、言われてるからね。もう話したくてしょうがない。どこまで許されるかっていうね。ただね、あの本当にね、あの天王洲ワイダンって知ってます？あの昔やりすぎ工事がやってた、あのみんながエロ話するんですよ。はいはいはい。俺出たら結構上位いってますよ。俺エロ話結構うまいっすもん、体験話。いや本当衝撃が、今これ実は
福島に向かってるんですね、はい、みんなで、はい、おばさまのあれがあるから、はい、うん、もしかすると4人タコ部屋みたいなのに入るかもしれない今俺それ話したら君ら3人あの大変ですよあの昔の高校生があの合宿でどうしようっていうような状況ですよ、そう、じゃあ順番でトイレでみたいなそんなんすか、あもう、いや自信ありますもんね、どんなこと、どんなプレーとかそういうのも言えないか、いや言ってもいいんですよ、はいはい、言ってもいいんだけど、俺はまずその仕掛けますからあなたたちに、はいはいはい、心にガッとなんか爪痕を残してからその話を始めます、なるほど、はいはいはい、なるほど、太鼓ピネシスがまずうん、で、おーってなるんですよ、これね、俺ね、10人ぐらいに話してるんですけど、はい、10人ともがごちそうさまでした、あ、そうですか、これで、あーバカじゃねえお前とか言うんだけど、後日いや、ありだな、あれはっていうような、その話を持ってくるんですよ、僕はおすごいな、それは言えないな、でもそこまで言われると気になりますって、気になる、いや、危ないよ、今日どうすんのこの後ガチ取るいや、ダメガチ取って、快活クラブですよ、多分今日は、はいはい、明日イベントだから、ね、ちょっと寝ようって言って、はいはい、何、快活クラブであの、こう覗いたら見えるのにもうことをいたしてるわけ、君たちはある程度、あの、ブルース話してもらわないといけないそうっていう、もしくはみんながね、泊まってる、あの、いびきかいてる横で、はい、あれたまんないなぁもうそれ、話聞いただけもう結構なもんな気持ちになってしまうってことですか、ああ、そういうことです、なるほど、なるほど、あの、だってまあ、ダメです、ダメですいきますかいやでもこれは女性が編集してるっつってるでしょそうですそうですでも確実に、はい、今夫婦だったり、うん、同棲してたら、うん、かなりの確率でまあ赤子が生まれる、ああそうですか、だってもう辛抱たまらんでしょ、なるほどただそれは女性はたまったもんじゃないですよね、はい、自分に無欲情してるわけじゃないからなるほどね、確かにそうそう、その時にできた子って、ね、呪われた子ですよねある意味ある意味そうでしょ、分かってくれる、ある意味ある意味ある意味呪われた子ですよね、俺もう俺がそうだったら言うもん、子供にあの時別に母ちゃんに浴場したわけじゃなくてあなたったら何でもいいんだよねみたいな話でそれでできたのがお前だみたいなグレるよね確実に、呪われた子だからそれはっていうぐらい、その鎌野先生とはその変態対決もねいつか決着つけなきゃいけないと思ってるんですよ、いや勝ってないと思うよいや俺はね、あなたはライバルだと思ってますだってなんでかわかる、自分の撮ったその動画を友人に見せようというこの感性がもう気狂ってるでしょそれ見せてどうするつもり、ちょっと見る、いや普通に見してましたねいやだから、いやだから相手がうわっていう顔がまた見たいのそいつの顔が見たいっていうああその見せられた方のね、変態でしょそれこれに昔俺の後輩だった平野というね、はい、昔の田川組のね常連の平野君もかなりのもう言ってる子だったからね、はい、まあ今いいパパになっちゃってるんだけど、はい、田川さん 3P やりたいっすねああそうか、でも女2人見つけるの大変だぞって言ったんですよ、ほら平野君がね、いや違いますよ、男2ですよ、男2の女1の 3P やりたいんですよこう、あの女の人がこう行って両脇にこう、そうそう近くまで来てたまにちょこんちょこんと当たる、やってみたいですね、タカさんやりませんかって、やるかバカって言って俺やりましたよ俺普通にやりましたよ、お二人でねよくやりました、始まったよ、意地の張り合いが、これでまたそれでまた男2人だから、そこでもライバルが始まるわけです、これだよね、これですね
どっちがいいんだとか聞くわけですよ。そ, あその場でどっちが硬いとか、もう負けらんねえぞみたいな。その場で始まるわけです。なるほどね。強いでしょう。バカでしょう。ねえ、一応ね、これカメラ回っててねえ、少なくとも今ガチシリーズといえばね、よく売れてる動画必ずベスト3、5位以内に入るんですよ。なんだかんだ言って一つの本線だったら2000人以上見るんですよ。それを前で俺やりましたよ。どっちが硬いか勝負っすよ。アホでしょ。今2000人の前で証言してる。こんなやつに負けるわけいかないでしょ。このバカバカ芸に俺男にはないな。くそー、ポイント1本取られちゃったよ。ある意味刺激があるよね。これはでもね、監督不意打ちですよ、不意打ち。いやいや、まあもうまあそうだけどさ。監督、カモノを発展場に置いていったらどうなりますかね。あ、いいんじゃないですか。この人やるかもしれませんよ。どこなんですか。まあ、いろいろありますけど、うん、まあ、まだ、この回はじゃあ、ね、まだ、あ、そうかそうかそうか、うん、でも、何でもできそうな気がしてきた。やめなさいよ。まあ、鎌野さんだったらあれかもしれないですね。そのまま、普通に逃げることもできると思う。まあ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 ね、うん、そのまま受けて立つこともできると思う。そんな企画あるそうないよ、ないよ、ないよ。若干不安になってないですか。いや、どうなのかな、ちょっと興味ひぼんで。そっち何言ってんだよ。いや、ほんとやんのかな。やんな、やんな。え、何を。発展場企画。発展場バトルです。おいいよ、俺カメラで5分ずつ声かけられた方が勝ちな。うん、まあ、俺カメラに負けるぐらいだとついていくよ。どうぞお二人で。おう、でそれでその後一人勝ちですよ、ちゃんと。何が勝ったもん。あ、そうだ、負けたら、だからその発展場バトルで負けたらさらに一人勝ちをしてもらうんだよね。うん、これ右左どっち。左でございます。俺もうカマロに負けるぐらいだったらもうついていくよ。だって久しぶりにさ、うん、会ってほら飲んだ時あった。はい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 、あとめっちゃ開けます。うんうんうん、カマロ俺はお前には負けないからな。そうそう、聞いてましたよ。ずっと言ってるって。絶対負けないもん。いきなり会ってそれかよ。負けてらんないんだよ。俺をカマノの横の席にしろっつってね。ねえ、本当に。そうそうそう。いやだからね、僕はね、不特定多数ってそんないんですよ、うんうん、そんなにね、千人切りとかそんなんじゃないんですよ。ね、うん、一個一個が痛い子が多かったんで、はいはいはい、もうそれのコレクション。なるほどなるほど、うん、あ、もう女性の方が痛い。痛い痛い、うんうん、だからウルトラセブンでいうところの、はいはい、カプセル怪獣持ってるようなもん。いけミクラスウィンダムっつってほんでエレキングのカマロと戦うから。やられたら次のもん。アキラ来い。もうそれぐらいで結構いい勝負しますよ。なるほど、かなりいい勝負する。え、で、河野さんが疲弊しきった後にこうセブンが出てくるわけです。そう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 。おかしいんですよ、本当俺の付き合ってる女の子。本当に何回騙されてるか。存じておりますよ、存じておりますよ。本当にね。もう嫁筆頭に。いやいや、もうそんなことはないですよ。嫁も大概ですからね。本当にね、本当にまともなこと一回付き合ってみたいですよ。もう俺マジハマるでしょうね、その子に。本来あるべき姿みたいな。はいはいはい、うん、みんなやるべき姿。あるべき姿。いや、ほんとにどんなあのね、
なんかね、はい、ラボで喧嘩になっちゃったんですよ、はいはいはい、でそれまでなんかあの大人のおもちゃで遊んでたんですよ。でもう喧嘩になっちゃってもうなんか手当たり次第に俺捨てたんですよもう。でそれもバーンと捨てたんですよ。はい、でちょっと喧嘩になって、はい、まあ何時間後かに仲直りしますわ。はいはい、これまっすぐ。これまだまっすぐ。その時にお前俺あの時俺がこうやってバーってなってたのどう思ったのって言って。あのおもちゃ捨てるんだって思ってたの。おかしいでしょ。俺が怒ってるんですよ。ねえ、そこまずそこじゃないよね。ああどう怒ってるどうしようとかね。そういうこと考える。捨てるとき あれ捨てちゃうんだ。すごいでしょ、四ツ谷のクソビッチ。絶好調でしょ。それ何ですか、惜しいなっていう意味。そう、あれまた買ってもらわなきゃとか思ってたから。おかしいですよね。よく監督が四ツ谷のクソビッチクソビッチって言ってるやん、その人なんですか。リーダーゾンですか。ひとまずこいつでカマノを倒そうと思ってるから俺。ニッチもサッチもいかなくなってきたらミュウツー出しますから。キュウだわ。ミュウツー持ってきますから。ただミュウツーは危険なんですよ。後ろの二人もやられちゃうから。バーン。これちょっと気になりますな。見てる人もやられちゃうから。とにかくもうその回は多分再生数増えますよ。なんでかっていうと一回止めるから。でまた入ってくるってカウントだから。はい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 、なるほど。それぐらいね。で思い出した頃にもう一回見たくなる。そう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 、また見ちゃう、うん、また見ちゃう。もうね、もう大人になろう。でもやっぱそうですね、AV とか見るより、うん、逆にそういう話とか、うん、その例えば文庫本ですか、はいはいはい、絵とかがない分だけのって方が自分の想像妄想で、うん、想像力でやれると興奮するんだ。またトークがうまいから、うん、そう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 、まあ、だからでもさ、うちらの世代はさ、うん、今みたいにさそんな便利なわけじゃなかった。うん、そうだね、うん、だからある意味結構もう想像力が鍛えられてるんで、うんうんうん、イマジネーション。そうだね、昔はよくね、はい、エロ小説なんて有名な人が書いてたんですよ、はいはいはい、アルバイトで、はい、うん、あのね、半村亮さんが書いたペンネーム他ですよ、はい、ペンネームちゃんとつけてますよ、はい、で後で後日これは僕ですってやったやつ読んでみたんですよ、はい、うん、彼女と接吻をするとカツ丼の香りがした。これでどうやって興奮するんだと。お願いします。これ、いや、これどういうシチュエーションかというと、家出して上野駅で呆然としてた女の子をそのまあ世間みたいな男が、はいはいはい、その引き取って、うん、ご飯を食べさせたのがカツ丼だったんです。なるほどなるほど。でそのまま連れ込んでわってなった時にカツ丼の味がしたと。なるほどなるほど。おお、そうかみたいな。もうそういうのだからさ。カツ丼の味が。なんか腹立つでしょ、なんかリアルだから。想像できますね。そうなんだ。だからね、昔の人の方が多分むっつりスケベなんですよ。いやそうですね。だからその最近若い子やらないんでしょ。はいはいはい、うん、一応あんましないっていうね、でしょ、うん、そのやっぱりね、そのむっつりじゃないんですよ、はいはい、だからうちらなんかもうバシ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 って言うじゃない。はい、こういう話、うん、だから黙ってるやつほど怪しいよね。ああ、ね、そうだね、確かにね。いや、怪しいも怪しくないも本来言わない方がいいんじゃない。本来言わない方がいいですよ。どこでもかしこでも言うてるのもやっぱり、まあ、そうそう、でも俺だって言わないよそんな、うん、相手が監督とかさ、ね、はい、テングマンとかだから言ってるけど、うんうんうん、そこら中でなんかね、そうだね、だから頭悪いやつだろ。いや、俺は頭悪いと思ってませんよ。本当ですか。やっぱりね、あのね、そういうやらしいことをするっていうのは、うん、いろんなものがこの
重ならないとできないわけですよ。まあそうですな。行動力、決断力、はい、ね、場合によっちゃ撤退する勇気、はい、ね、うん、交渉術っていうのもありますね、はいはい、調整術っていうのもありますし、はいはい、ね、すごく知的な、うん、だ全てにおいて関係してるってことですね、うん、そうですよ、バカじゃできないんですよ、エッジは。そうですね、頭を使いますよね、ちゃんとね、うん、でもバカでもやりますけどね。何よりね、俺エロい人ってね、生命エネルギーがもうすごいなるほど、なるほど、おーおーおー、うん、なるほどね、歩く、歩くホルモン嫌だね、歩くホルモン、歩くコテッちゃん、そう、コテッちゃん歩く丸福ホルモン別に丸福さんにしてるわけないもちろんもちろん、おー、まあ、あなんだこんな、ね、これね、こんな始まりでいいんですか。いいです、いいです。それはなんでかというと、もう夜中だから、はい、もう3時だから今、そうです、そんなもんまともな話なんかできるわけないからですよ、俺ガクンって視聴率下がるとかない。いや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 、あのね、隙見たら寝ちゃうよこれ、まもなく右でお願いします。うん、あのね、油断したら寝ちゃう時間だからね。そうでございますな。もうそういうんだったらもう、とにかく喋っとけっていう。そう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 とにかく喋っとけうわそうか、みたいなね。だからもう何が飛び出すか分かんないのがこの時間帯、はい、そうです、危険ですよ、うん、いつドワンゴさんに怒られるんでしょうね真っ暗だな、お前行けます。本当にだからね、しょうがないんですよこの時間帯は、はい、そうですな、うん、陽子にかまるでしょ、はい、俺が黙ってるわけないじゃないですか、まあ、もう間違いないです。まあ今日はもう、まあドローにしときますけどまだまだありますからな、ドローにしときますいや、四ツ谷のクソビッチは強敵ですよ。ちょっとや外じゃ負けないですよ。まだカプセル怪獣1匹しか出してない。まだ1匹だね。四ツ谷の、そうですね、四ツ谷のクソビッチはね、あの3体でいうとウィンダムですね。なるほど。雰囲気的にはウィンダム。なるほど、なるほど。割とウルトラマンに近い感じ。ウィンダム。ウィンダムですね。ミクラス出てきた日にゃ。ミクラス、まあね、そうですな、あっていうか、いきなりウィンダム出されてるんですね。じゃあ出しますよもうウィンダムで勝ってもらわないと、もう鼻から勝ちにするね。でもアギラもいるわけですからね。アギラもいますけど、うん、アギラってたまに、ね、なかなか出ないじゃないですか。そうですな、ね、どんだけあんのよそれあのカプセル数は3つ、とりあえず3つですよね。そうそう、はい、でアギラそんなに出てこないでしょ、はい、うん、うん、だからなっちゃんあたりがアギラじゃねえかもう止めてくれよ、ほんと夜中の感じなんだからさなっちゃんがまさかここでね、うん、その名前が出てくると思う。なっちゃんがアギラだろうね、うん、でも最終的にもうほんとコテンパンにされそうだよね今の話聞いてるだけでさ、勘弁してくださいって感じいや、でもね、数はこっちの方が多いと思いますよさっきも話してたじゃないですか、ミュージシャンやってる時にね、性欲がたまんねえからやっちゃうんだよねとかなんとか言ってたじゃないですか太くて多数多いですよ多分ね、鎌野先生がね、休止したらそれはね、変な病気ですよか、もう全部出尽くしたから、うん、俺でもそこまでやってないですよあのね、この人ね、俺はもう強敵だなと思ったのが、はい、山手線だっけ、あなたがパッと見たら元彼女が、元彼女が普通会います、目の前だった、それ最近の話だよね。そうですよ、目の前に座ってたんですよ。でも必死こいてそのまだ連絡先してたから、前を見ろ前を見ろ送り続けて、もうそいつもゲームに夢中になってて全然見ないんですよ、なんだよとか思いながら、最終的に気づいてわーって驚いた顔してたんだけど、その後なんてことない、二人なんかいろいろべちゃくちゃべちゃくちゃ喋って結局仲いいんじゃんみたいな。
何があなたと。そうですそうです。あなたいい恋愛してますね。これ多分俺だから別れても、うん、喧嘩別れってないんですよ。あ、そうですか。だから街で会っても普通に多分、うん、話したりしますよ。あ、そうですか。僕は殺し合い一歩手前ですね。そのみんな何なんですか。え、みんなんか、うん、殺し合い本当にもうこのまま行ったらもう殺し合うしかないっていうね、っていうぐらい、フルボッコ状態ですよ。もうまだそれだけならいいふうですよ。20年後に会ったんですよ。もう俺がひどい別れ方したなって言って、で20年後に何かしてるけど会ったんですよ。あの時はごめんって言ったら、え、私もって言って、かなりひどいことやってましたね。俺二股かけてたんですよ。そして三股かけてましたね。見えない。これごめん。曇って見えない。ちょっと待ち。ちょっとここです。なんか服もあれば。いや。曇って見えないんですよ。すいませんね。大丈夫ですよ。音が。これちなみに どこ？これ渡っ踏切越えて右で、ね。そこにタオルがある。バスタオル。濡れてやがるぜ。ガチゴチも俺のエロ話で濡れてやがるぜ。そんなバカなこと言ってる場合じゃないんだよ。言ってる場合じゃない。うん。さて今日の場所は。あ、カメラ忘れてた、ごめん。ガチリーブ始まりました。これ変だな。なんかすごい違和感があるんですよ。うん、ちょっと。はい。火張ってね。はい。ここから先は。はい。風が吹いてないのに、うん、ガサ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 ってさっきから音がしてるんですよ、うん、前と後ろが分からない、うん、俺がフラフラしてんじゃなくて、はい、地面がこう揺れてんの。してないよね、こんなこと。してなかった。今人歩く音だ、うん、でもうるせえってさ、なんだこのライト。はい、ここからオープニングなんです。そうです。音楽が今流れたね。今音楽流れただけなんで、これ右ですね。右です。さて、はい、今日の場所は。今日行く場所はでございますね。はいはい。霊園でございます。こう。お墓。お墓でございます。はいはい。あんまりね、名前を出すとですね、うん、多分皆さん行かれてしまうと思います。うん。あんまり霊園、まあもうね、有名どころはもう名前が出ちゃってるんでいいんですけど、うんうん、知る人と知る霊園が最近多いですね、知る人と知る霊園、うんうん、なんであんまりあれなのかなと、あんまり人が行ってはいけないかなと、はい、ちょっと名前を伏せますが、はいはい、まあ、とある福島の霊園でございます、はい、で、兄弟がですね、お兄ちゃんと妹が肝試しに行ったらしいんですよ、はい、で、こう歩いてるんで、まあ、自分家のお墓もそこにある霊園なんですけど、うん、肝試しにつって
ってたら、向こうから黒い 服を着た女の人が歩いてきたらしいんですよ、うん、それも夜中ですよ、うん、すれ違ったと、うん、なんか怖いねって言いながら歩いてたら、またちょっと行ったら同じ女の人がまた向こうから歩いてきたんですよ、うん、でまたすれ違ったんですよ、うん、あれ同じ人だね。でまたちょっと歩いたらまた同じ黒い服の人がまたすれ違った、うん、計4回すれ違ったんですよ、うん、っていう例の。それはあのおそ松くんなんじゃないですか。今日四つ子兄弟、そんな夜中に四つ子が何をしてるんですか。いや驚かそうと思って。なるほど。まあ、という例でございます。なるほどなるほどなるほど、信号右でお願いします。はい、え、もう近いの。割と近いですね。まあ近いといってもまだもうちょっとあります。ああ、なるほどね。まだいいですよ、エルバンスさん。鎌野さんはどうなんですか、あのこういう心霊系とか。いやー、好きですよ。あ、そうですか。で、まあ前も話しましたけどね、うん、なんかそういうあの例の話とか、はい、人が経験した体験だとか、うん、ゾクゾクワクワク、うん、興味ありますね。なるほど。実際見たこととかはない。実際見たことはない、うん、まもなく左でお願いします。あ、今のところか。あ、そうか。すごいところにあるな。割とまあエロ話してる場合じゃないですよね。そうですな。また曇ってきたけど、どん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 。あ、でもここで、うん、ここで U ターンしますが、もうちょっと欲しいんですよ。いやね、かまど殿もね、ここでバックしちゃいますかって言うと、うん、違った意味に聞こえてくるんだよ。あーなんかあーじゃないじゃん。しますもん。あのね、今のは言い過ぎだよね、かまど君ね。なんかあなたは AV 女優、AV 男優みたいなこと扱いだよね。あのね、僕の先輩のドラマの方がですね、ある AV 女優の、うん、その方もバンドや、まあ、ボーカリストでバンドやってる方なんですけど、うん、バックバンドやることになって、うん、僕に言ったんですよ。今度誰々のバックでやるからですよ。それどっちの意味ですか。バックでやるからですよ。嬉しそうに言ってましたね。なんかそういうニュアンスに取られてたんですね。大体あなたあれじゃないか、この前さ、そのプロレスの時もね、受付やってたあの人いるじゃないですか。え、それだ、俺に言ってんの。そうだよ、そうだよ、俺に言ってんのか、うん、で、改めて紹介してくれたじゃん、我が輩にさ、うん、でもさ、ね、亀田君さ、相変わらず女いっぱいいんでしょとかつって、あ、言われてた。言われてたね、すっごい言われて、ずっとその話ばっかだったじゃん。だって相変わらずなんか毎日やってんじゃないのとかさ言われてたね、うん、その頃はね。確かに。いや、今もやってんでしょつって。そりゃあね、歩くホルモンですから。歩く丸福ホルモン。歩くホルモン、決して丸福さんって知ってるわけじゃないですよ。歩くコテちゃん、そのぐらいにとどめてたね。あ、健康な証拠ですよ、うん、じゃあ僕はもう不健康かもしれない。どういうことですか。いや、もう興味がないんですよ。あ、うん、いや、そんなこと言って本当は違うと思う。いや、本当なんですよ、僕あのね、すごいびっくりするぐらいもうあんまりクソビッチシンドロームっていうか、あれで本当に答えたんですよ。本当に本当に答えたんですよ。何ですか。もう嫌だって言って、うん、だから僕はもう次の彼女はロシア人かニューハーフって決めてますから。それもうがっつり前から言ってますもんね、うんうん、多分俺の思うに監督はもうありきたりの刺激にはもう飽きちゃってるんですよね。ほうほう、なるほど、うん、だから新たなそのニューハーフじゃないけど、なんかそういう路線で行けばもうなんかもうシャキーみたいな。おはようございます。マジで覚醒モードに入る。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。出てくるかもしれない。なるほど、カムバックしてまいりました。皆様ご心配をおかけいたしました。私、恥ずかしいながら帰ってまいりました。恥ずかしながら。大変でした。恥ずかしながら帰ってまいりました。いや、もう最高じゃないですか。ね、不祥、高かった。不祥じゃない。
帰ってまいりましたいいですね、ほんと恥を知るんで恥を知るんで帰ってまいりました。いや、だからありますよ、それは。このまま私は埋もれてそのまま皆さんの前に消えようと思っておりましたが頑張っかいたしました。恥を知るんで、まさかあれが男だとはこれではいけないと思い立ち上がった次第でございます。こんにちは、こんばんは。はい、不祥太が帰ってまいりました。不祥太さん、最近そういう話多くないですか。何ですか。最近なんか相手が女じゃないですよね。ん最近なんか相手がね、うん、こう異性じゃないような気がするんですよ。どう言いますと、あの話題が監督がどうのじゃなくて、我が輩たちの話題がね、その、あの発展場じゃないですけど、あの時からもそうですし、なんか、いや、うん、ロケの時にあったんだけどね、なんかこう話してるその異性が、まあね、だからもう刺激がさ、うん、もうダメなの。だから何か、いろんな、もうどんどんこういう人はさ、チャレンジャーなわけよ。どん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 、まあ、新たな刺激、新たな刺激、新たな刺激っていくから、止まってはいけない。止まっては、次へ。そうそう、マグロみたいなもんですから、泳ぐのやめたら死ぬんですよ。信号を右でお願い。うん。止まったら死ぬの。サメと一緒。なるほどね。うん。ねえ。いやでも本当にね、僕はもう引退ですよ。俺でも、うん、監督と飲んだ時なんかそういう話、なんかもっと突っ込んだ話俺聞いたような気がするんだよ。いやもう、なんだろうな、あの時しましたよね。あれ、北斗の拳の不動みたいな感じ、俺。ああ、昔はもうそれはもう、そう、もう鬼の不動ですよ。あのラオウでさえ恐れる、男、鬼の不動ですよ。でもある日ね、うん、俺はうらーって言ったら少女がいたわけ。いた俺は少女でもやるぜ、途上霊がなんぼのもんやねんと、はい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 、って言った時にね、うん、パッとなんだったら俺の手にね、天が置くわけよ。その子が、はい、あったかいでしょ。天が置く、天が これが命よ。ああ。ああ、もう遠くでおっさんらが鬼が巻き寄ったわそっから僕はもう一人でやるだけっていう風になったんですねそしてその一人でやってる子供たちをと一緒に暮らしてる時に、あのラオウがやってくるわけですよ。で僕は勝つわけだ。俺はここまで、この時間帯絶対行かないからって言ってか向こうが最初に言ったからでもそれはまずいということでガーンって俺はやられちゃうわけほらね、ケンシロウが来てくれてね、子供たちがケンシロウに言うわけ、おじさん、父ちゃんが勝ったんだよってケンシロウもたまたまじゃないですか。うん、まあケンシロウはその後、あのラオウとどっちが早く行くかっていう戦いをするんだけどさ、無双転生とか言いながら、もう何も触らず、何も想像せず、悲しみだけで行く男、うわっって言って、無双転生、何？あの原先生とブロンソン先生に怒られますよ。いや別に構わないじゃないですか、無双転生。うん、時なんかあれだもん、あなたに憧れたとか言ってガンってやったら、あそこだけがドーンって言われて時無条件の使い手ですから、そう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 、気持ちいいって言うのガーって言って最後ラオウ言うんですよ。もう出しまくっちゃったから、時がこんなんでしょ、体置いといよって言って時もう俺も何言ってんの俺、夜中にもう朝だよ、もう本当に。これから我々は墓場に行くんですか。そうだよ、そうだな。なるほどね。
だってもう3分ぐらいで現場ですよ。あ、もう着くと北斗のせい北斗のせいじゃないですタイトル変えちゃったなんと政権北斗のコン何コンなんと政権なんと政権まずいな強すぎだなうん、5社生いますからもう女の心がかりは心変わりは怖いの怖いの言いながらねあの寝取られのシーンを作るんでしょうねうんちょっと英語パロディの、AV でも作ってみようかなうんなんと最後のショーは女性ですからねそうだね確かにでピヤーって私やってあのなんか大人のおもちゃ持ってるんでしょうねほうおもちゃを使いよるかわかります炎の修練ほうおもちゃね強いなあらおサウザーはなかなか行かないんでしょうね。ね、でも逆だから。逆だからね。期間の込み帰り。帰り見る。製鉄サウザー。だから、生還とか言ってもね。一つ二つ三つ行かぬな時が。私が行こうって私は秘密を知っているって逆だから逆全部逆だ全部逆だからじゃねえよ最悪でしょもうねでも今の段階で結構モンモンさんとかもしかしたらいいかもあるかもしんないねぜひね、ガチアダルトっていう十分ガチアダルトです僕ね、あのニコニコ動画の横にアダルトっていうか、ね、R18 もう俺あそこに進出してみようかなと思ってる進出ガチアダルトうんもう、田川監督の売断バイバイなんだもん、ねこっから先は有料ですとか言ってさ、うん、あの1話だけ無料でやるんでしょほんならね S さんがいちいちそのタイトルを送ってくださいってタイトルって言ってないよそんなのそれ S さんに編集させますからいやそれは早いからさ仕事が早いですほんで今 S さんのツッコミが受けいいんですよナイス編集とか言って書かれてるからさ それやってもらうしかないじゃないタンタラ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 ンタイトル送ってくれタイトル早く送ってくれ怒られるよタランさんにもう間もなくですよはいっていうかもうこれ全部そうですあこれ全部そうなんだ、はい、あでかいじゃんでかでなんかお前チラッと言ってトイレにも出るとか言ってなかったかあそれはあれは何月と星光ってなんか不気味なんだトイレに出るって言ってたよな、うん、そんな言ってますねそっかこっからガラッと変わるんですそうですね、うん、なんか雰囲気変わりましたね、駐車場があるんですね、うん、どこにあるの駐車場あ道が続いてますね、うん、そこにはまらないんですけどこの車コンクリートじゃないんだねうん砂利だね、うんしました。はい、あの
よし、素材送るときに S さんごめんなさいって言っといてくれ。分かった。多分 S さん爆笑してると思う。え、爆笑しちゃいかんでしょ。この間のあれですよ、静岡トラ第一夜面、はい、もうあれこれ流れてますけど、あれを送ったときに、うん、S さん爆笑したらしいです。楽しませていただきましたっつって。何やったっけ。ああ、まあまあまあ、それはね、それは、それは腕が腕がありますから。まあ皆さんはモザイクかかってるからあれなんですけど、あのね、素材で送った時にはかかってない状態で、うん、あの2人が現れた時の僕の絵っていう顔がものすごくおかしかったって、うん、そうだな。それまた金色のファル、フェラコ。もうついたでしょ。金色のフェラコ。なってますよ。村に来るんですよ、ラオウが。ここは引いてくれって言って。ただとは言わん。スパプシャー。これでって言って。ブルンツ。なんかね、ストーリーかけるよね、それね。かけるかける。金色のフェラコ、ね。あのね、監督、こうなった時の監督の反射神経はすごいですよ。すごいよね。もうずっと言ってるよね。どんどん出てくる。うん、金色のフェラコね。強いよ、ゲント光源、光源だっけ。そうですね。ゲント光源。どんどん出てくるのかな。カーって言って。ピャー。もう、あの、背面でキャー飛びながらピピピピピピヨーって、それを見たユダが美しいってユダね、混ざってるか、混ざってるか、うわーみたいな。あんなんでいけれってって書いて、飛んでるだけなんだもんって書いて。それで、あれレイだから。いや、そうですよ、レイがピャピャピャユダって。いや、それを見たユダが、ゲット光源からだいぶこう飛んだ、ね、飛びますよ、飛びますよ。もう最後ね、レイも死ぬ時に、買いだけやらせてくんねえかな、マミヤにパーン破裂する前にやらせてくんねえかな。いいじゃん、お前のためにやったんだぜ俺って言って、お前のために俺はここまでやったんだよ、一回ぐらいいいじゃん。プシャー、あーもうダメ、もう時間切れとか言って、じゃあみんなバタンって、プシャー。バカだね、若いわ俺ら、大学生だもんこのノリ。もう完全な大学生だよね。大学、これで麻雀やってたら完全な大学生だよ。東海大学生ですよ。東海大学生。そのうちね、このうちの誰かがね、悶々としたのちょっとトイレ行ってくるわって言ってくるんですよ。いや、そこまでか。そこまででもないですか。いや、俺僕レイ大好きなんですよ。かっこいいね。本当にね、あの息子にレイってつけようかなと思ったぐらい好きなんですよ。でもあれどう考えたっておかしいよね、うん、と申しますと。いや、おかしいって、うん、1回もやってないんだよ、マミヤと。ああ、まあそうですな。 あそこまでやったらやらしてやれっつんねん。あそこですな。あれマミヤの方がひどいよ。あれクソビッチだよ、あれ。生き殺し。え、いや、生き殺しじゃなくて、あれマミヤクソビッチでしょ。だって何回かやる機会はあったよ。あったよ。ああ、まあ、ありましたね。読んでれば分かる、うんうん、やらしてやれっつうのって。レイもおかしいんだって。あのね、なんて言ったと思います、うん、いつか子供ができた時に、うん、俺の話をしてくれたらそれでいいんだって言って、うん、ほんで死んでいくんですよ、うん、他の男とやっちゃうってことじゃん。まあでもそれでも OK なんだ、レイ。その前にあのユダにはやられてると思いますけどね、確実に。何が、マミヤは。あ、レイ変態。レイ変態。それはないよね。で、ユダはどっちかっていうとレイとやりたかったんでしょ。そうでしょうね、多分ね。あ、だから変態さん、変態の三角関係ですよ。なるほどなるほど。そうなんだ。やりたいやつとはやれなくて、うん、どう思いますね、鎌野さん。レイはレイじゃない、あのユダ。はい、うん、ユダは強烈だったよね、うん、強烈ですな。じゃあホモでしょあれ、うん、もうなんだっけ、私は一番この世で美しい。そう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 、おかしいよ、うん、もっと言っていい、はい、ね、あれあれだろ、K
ケンシロウだってラオにやられてんだろ、ユリア。あ、そうですね。ああ、そうだね。ね、ほんでその子供を育ててんだろ何、あの世界キチガイか、みんな。キチガイだね。ね、世界はやっぱり。そりゃそうだよね。まあ、世界は核の方に包まれてるからね。はいはいはい、ね、うん。何言ってんの、俺。まあ、いいや。さて、まず、4人の女がいるんだね。同じ女に4人、4回する違った。トイレに出るんだね。うん、こっから先は有料でございます。後半もお待ちして。あれ、ボタンがわからない。もうちょっと話す。もう後ろで止めればいいじゃん。エロ話します。北斗の件がいかにおかしいかっていうことをずっと俺は言うよ。、うん、あ、そう、はい、行きましょう。スラムダンクも大概だと思う。だから、分かったから。